はい、皆さんこんにちは。飯舘浜コーヒーの浜です。つい先日ちょっとお客さんから質問がありまして、焙煎をされている方からですね、あの豆の表面に、できるそのなんて言いますかね、こうハゲというか剥離なんですけど、それについてちょっと質問をいただきました。ちなみになんですよ、これはあのマンデリンを、深入りにしたやつ、ちょっと手元にあるんですけど、これね、マンデリンとかね、コロンビアは結構ね、まあこの剥離が起こりやすくって、ね、その方もまあ悩まれてたんですけど、いや、まあで、実際、ちょっと今ここにあるマンデリン、たまたまあったんですけど、まあ、これに剥離があるかどうかを言いたいわけではなくて、その剥離してる豆があるとダメなのかどうかっていうところですね。その方はすごいなんか気にされててですね、どうやったらこの剥離をなくすことができるのかというような、まあ、質問というかね、まあ、聞いてきたんですよ。ちょっとどんなものか、例えば見たことがあったあった。見たことがない方に説明ができればなと思って、こんなやつです。例えばね、見えますかね、こういうやつね。はい、ここにちょっとありますね、こういうやつ。こういうやつです。これが剥離。ありますよね。はい、こういう風になった豆が、まあ、良くないというのをその方は何かで見たらしいんですよ、本か何かで。で、本当にね、小規模の、なんて言いますか、自家焙煎の事業をされてて、焙煎した後チェックして、その剥離があるやつもう全部捨ててると言ってたんで、いや、なんでそんなもったいないことするのと。いや、というか、これがあったら、なんていうんですかね、これダメなのかどうかっていう話なんですよ。で、浜コーヒーは全然そんな問題なく、ね、扱ってますが、で、今までも、よく似た質問というか、同じような、質問をね、何人か、他の方からも、いただいてまして、この剥離が起こらないようにするにはどうしたらいいんですかっていう内容が、まあ、ほとんどだったんですよ。で、この剥離というのは、まあ、そもそも何なのかというと、ほとんどは煮ハゼに起こってからっていうか、煮ハゼに入ってから起こります。実際起こってる瞬間が見れたわけじゃないんですけど、あ、見れたこともあるかな。あの一回ね、僕冷却焙煎機からバーッと出してきて、煮ハゼが起こってる、バチ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 って起こってる状態で出てきたのを見てたら、ペチってそのまさに剥離が起こった瞬間に、その剥がれたのがこう目の近くにピンって飛んできて、あれ危なかったですね。あの目に入ったら多分もうやばかったと思うんですけど、この辺ピンって当たって、おおと思ったことがあったんですけど、それは本当は剥離が起こった瞬間だと思います。で、まあそういうのがありましたけども、まあ基本的にその他の状況では剥離が起こった瞬間ではあまり目にすることはないわけですよね。だから厳密にこの瞬間、このタイミングで起こってるっていうことは何とも言いにくいんですが、煮ハゼの手前で入り上げる豆に関してはほとんど起こらないので、まあ煮ハゼ以降に起こってると言っていいんじゃないかなというふうに思うんですけども、その煮ハゼの、入れ方によっても、起こりやすかったり起こりにくかったりという差が起こります。で、起こりやすい状況というと、やはりまあ勢いよく煮ハゼに入れている場合ですね、深入りなんかにするときにこう、まあ、グラフで言うとね、1ハゼぐらいからちょっと足並みを揃えて、で再び加熱をしていって煮ハゼに入れると。でその上げ方を結構急にギュンと上げると、勢いよく煮ハゼが起こりますので、そういった時にこう
パチ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 とこうね、まあ、ビチビチビチとこうニハゼが起こってくるんですが、その時のこうニハゼの起こり方、弾け方っていうんですかね、によってまあ表面のその組織がピリッとこう剥がれるということが起こってるんじゃないかというふうに思います。でそれがまあ激しいと起こりやすくて、まあ、あまり激しくないと起こりにくいという差があります。で、あとはまあ豆の違いによって起こりやすい豆、起こりにくい豆もあると思います。だからそれはちょっとね、品種とかによって違いはあるんでしょうけども、そこまで詳しくどの豆、どこの国の何という品種は起こりやすいとかっていうことは全部こうね、統計を取ったわけじゃないんですけども、僕の感覚的にはコロンビアとかマンデリンは起こりやすい方で、そうっすね、そうっすね、ブラジルとかはあんまり起こってないかなっていうような印象がありますね。これ全体で言うと、もしかしたらですよ、水分値とか、まあ、そういったことが関係しているのかもしれないんですけども、ケニアも起こってたかな。結構ね、まあ、水分が多めの豆って言われるやつが起こってるような感じはあるんですけども、実際ちょっと定かじゃないです。水分が少ない、豆も、剥離が起こるかもしれませんしね。まあ、豆による違いもあると思います。で、まあ、そのどういう状況で起こりやすいかというと、そういう、豆の違いとね、ニハゼの入れるその入れ方の違いで起こるということがまずあるということと、これがあればダメなのかっていう問題がありますよね。まあ、先ほどの、ね、質問された方はそれをはぜてる、はけてるやつね、剥離があるやつは全部捨てると言ってたんですけど、いや、それが例えばお客さんからの苦情でこんなね、剥離の起こってる豆が入っとるやないかというふうな苦情があったんですかと聞いたら、いや、別にそういうわけじゃないと、味が悪かったとかそういうことですかって聞いても、いや、別にそうでもないと、じゃあなんで捨ててるんですかって聞いたら、いや、見た目が悪いからっていうふうにその方おっしゃったんですよね。で、見た目が悪いというのも、その一つのこうね、まあ商品としての、まあクオリティというふうに、まあクオリティを維持保つためには見た目の綺麗なものをやっぱりこう取り揃えたいというのはよくわかるんですけども、まあそもそもの話で言うと、みんな同じ形してるわけじゃないですしね。ちょっと豆によっては小さい大きい違いもありますし、ちょっとね、形が細長いやつとかね、こう膨らんでるやつとかもいろいろありますし、非常に粒揃いのね、いい豆の中でもやっぱり形はこう様々いろいろありますよね。で、まあそのセンターカットのこう割れ方にしてもですね、その豆の端っこのところのこの、なんて言いますかね、こう、こう豆の端っこ、こうね、豆があったら、この、上の端っことかこう結構ちょっと割れかかってるやつとかね、そういうのがおったりすることもありますけども、やっぱりそれぞれ個性なんですよ。一粒一粒ね、個体差がありますから。なので、まあそれは個体差というふうに捉えられるんじゃないでしょうかみたいなことは僕はそう思ってますんで、そのようにお話をしたんですけども、まあそこなんですね。何をもってそのまあ廃棄処分とするかどうか、まあ、例えば欠点豆と呼ばれるものね、まあ、いろいろありますけども、そういったものを取り除く中にその剥離してるやつもその方は取り除いてたと。だからおそらくちょっと欠けてるとかね、割れてる、もっと言うと貝殻豆とかね、こう貝殻豆っていうこう豆がこうね、パカンと割れてこういう形のものとこういう中のねちっちゃいものとこう分かれてるやつ、大体こっちのことを貝殻豆って言うんですけども、まあ、その相方もいたりするんでね、ちょっとちっちゃくなったよね。まあ、おそらくこういうのを見つけたら、ね、捨てられてるんかなと。まあ、これは聞いてないんですけどね。で、まあ、欠点豆の中には、やっぱり味に、ダイレクトに、影響するやつもあれば、
まあそんなに影響しないのもあるわけですよ。で貝殻豆なんかもそうですしね、焙煎中に割れてるとかね、薄利もそうですけどもね。だからそのあたりをどこで線引きするかっていうのは本当人によってお店によって全然まちまちだと思いますしね、あるねその本を書いてるような人の中でも、問題ないという人もいれば、いやそれはもう、まあ、ダメというふうな表現まではしてないとおっしゃってたんですけども、その、相談しに来られた方もね、なんかみっともないからね、みたいなことをなんか書いてたみたいなんですよ。みっともないっていうのもね、まあ、ちょっとみっともないからダメというふうな、まあ、その方向性としてはね、そういう表現で使われてると思うんですけども、でその本の方の教えを、まあ聞いてというかね、読んで、あ、じゃあやっぱり捨てようかというふうになったみたいなんですけど、いや僕はそんなことないんじゃないですかっていうふうな感じでね、お答えをしました。まあそういうことなんですよ、剥離、ね、結構じっくり見るとね、ありますからね、深くいったりにハゼに入れてる時の入れた後の、まあ、中深入りとか深入りの豆よく見るとね、ハゼてるというかハゲてるというかね、まあ10円ハゲみたいに見えますんで、まあ、ちょっとね見た目にはなんかなんだこれっていうふうに思うかもしれませんけども、まあそういうもんなんじゃないですかね、コーヒー豆っていうのも。まあにハゼに入れないとかね、まあ本当にそれが起こらないようにしたければゆっくりにハゼに入れるとかね、するといいんじゃないかと思うんですが、あ、まあただにハゼに入れるのをゆっくりしすぎて時間がね長くかかってしまうと、やっぱりこう風味がちょっと劣るというかね、まあ香りとか抜けてしまいますんで、まあそういった面では薄利のあるなしで味がちょっと違うというかね、そこに至るプロセスが違うとね、味がちょっと変わってきますけども、まあ、単純に薄利のあるもんだけとないもんだけを、ね、飲み比べて違いがあるかというと多分そんなないと思います。同じ1回の、ね、焙煎の中で薄利ありと薄利なしを分けて飲み比べてもあんまり違いはないと思いますけど、その時間をかけたりね、その焙煎度を浅めにすることで薄利が起こりにくいようにしようとか、そういうふうにすると全然違う味になってしまいますからね、まあそういうことがありまして、ちょっとご紹介しておこうかなというふうに思いました。まあ、取り除く分にはまあ取り除かれたらいいんじゃないかなと思いますけども、僕自身は取り除かなくても、いいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということをちょっと皆さんに、まあ、共有しとこうかなというふうに思って、今日はカメラを回しました。はい、他にもまあ何かコーヒーのこと、ね、焙煎のこととかで、質問とかあれば、ぜひこの下のコメント欄に書いてください。はい、ということで、今日は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。